倉敷駅。倉敷駅は、岡山県倉敷市八一丁目にある、西日本旅客鉄道 JR 西日本の駅。倉敷市、倉敷地域の中心駅である。なお、倉敷市の倉敷地区の内倉敷駅はその周辺とで地域としての独自の集積市街地を形成する。そのため、倉敷駅とその周辺市街地についても、本校で記述する。 JR 線の他にも水島臨海鉄道や多くの路線バスが発着する。当駅の所属線である山陽本線と白尾線が乗り入れ接続駅となっている。白尾線は当駅が線路名称上の起点駅ではあるが、運転系統上は下りの始発が当駅始発、上りの始発が当駅止まりなのを除き、岡山駅まで直通している。 山陽新幹線広島駅方面白尾線、米子駅方面間を利用する場合は、分岐駅通過の特例で当駅岡山駅間を往復できる。この際、中小駅、庭瀬駅、北長瀬駅、岡山駅での途中下車は認められない。倉敷駅は、駅長が配置された直営駅であり、管理駅として、山陽本線の中小駅、西八駅、 白尾線の西温駅備中広瀬駅間隔駅、木尾線の逃走車駅足森駅間を管轄している。このうち中小駅、総社駅は地区駅として駅長、部内的には倉敷駅助役を配置し、前者は地区駅単独で存在し、後者は白尾線、木尾線を管轄しているため、完全に倉敷駅の直轄となっているのは西八駅のみである。 事務官コードは65万612を使用している。この他にも以下の駅が近接しており、乗り換えが可能である。単式ホーム1面1線と島式ホーム2面4線、合計3面5線のホームを持つ、地上駅で、京上駅舎を有する。南北駅前広場のペデストリアンデッキ、立体横断施設によって、駅と町や施設が道路をまたいで直接結ばれている。 駅ホームにエレベーターは設置されているが、エスカレーターは設置されていない。またホームに設置されている LED 式発射表は、階段に面した方向しか見えず、面していない方向からは見えない。山陽本線福山方面に出入りする列車は、基本的に1.3番乗り場を使用する。2番乗り場は当駅止まりと改装。臨時列車、水島臨海鉄道へ乗り入れる。 下り貨物列車が使用する。2015年3月14日のダイヤでは、定期旅客列車は0時代の最終と、平日朝1本の当駅を理解し、朝の岡山方面の列車が退避するのみである。水島臨海鉄道へは1番乗り場からも、発車可能。4.5番乗り場は、白尾線に出入りする列車が使用する。岡山方面に向かう列車は2.35番、乗り場からの発車がある。 当駅と中小駅の間に、白尾線の下り列車が、山陽本線の上下線を、オーバークロス、立体交差するための別線が設置されているが、白尾線の上り列車が、岡山方面に出発する際に使用する渡り線とは、東高内、岡山寄りでの平面交差になっている。なお、水島臨海鉄道から、山陽本線に乗り入れる、上り貨物列車は、 3番乗り場と4番乗り場の間の側線を使用している。そのため、列車運転指令上ではこの側線が4番線となり、4.5番乗り場は5番線、6番線とされる。さらにその横にも白尾線方面からのみ、入線可能な側線として7番線が存在する。この側線と4.5番乗り場は、岡山方面と白尾線方面の双方への発車に対応している。 現在の入線メロディは表記の通りだが、当初はすべての番線で、いい日旅立ちのスローバージョンが流れていた。なお、2012年3月頃に入線メロディが廃止されすべての番線で、JR 西日本標準、ロディのみになったが、4月下旬に再度流れるようになり、入線メロディの後に続いて、JR 西日本標準メロディも流れるようになった。愛子家利用家の応援 相互利用可能 IC カードは愛国家の項を参照。自動改札機も開閉式のものが用いられている。岡山県統計年報によると、1日平均の乗車人員は19,236人、2015年度。これは、岡山県では、岡山駅に次ぐ2位。中国地方では、広島駅、岡山駅、福山駅に次ぐ4位である。なお、 同統計によると1994から2015年度の乗車人員は以下のようであった。異様を誇っていた駅ビルは地上8階建てから2階建てに縮小する工事を行い、2015年3月に竣工しその後、同年4月27日に駅ビル内に新たな商業ゾーンとしてサンステーションテラス倉敷、さして倉敷が開業した。正面には、 時計台が、その下の駅前ロータリーには大きな花時計があり、観光都市倉敷を意識して整備されたことが伺える。この地に作られたデッキは、市街地を結び、通行人が多く休日は旅行者も見受けられる。デッキから国道429号、旧国道2号を渡ると両側には、商店街が放射状に広がり、地方都市らしい風情が漂っている。東へ伸びる。 倉敷センター街は開閉式の新しいアーケードで整備された広い通り、倉敷中央病院を代表とする医療機関や行政機関の多い意味は一丁目、幸い町方面へとつながっている。駅正面から南へ伸びる倉敷中央通りは、倉敷美観地区へ通じている街のメインストリートで、春のハートランド、倉敷や夏の天領祭りのメイン会場になる。 西の一番街は古ぼけた印象の狭いアーケードで、あるが、夜になると、ネオンや赤城鎮の店が並び、活気を見せる。ペデストリアンデッキは、かつて市内に存在した倉敷しきち公園に習った、北欧的な雰囲気で、小さな屋外ステージもある。駅前ロータリーにある、時計台のからくり時計も、アンデルセンの童話がテマになっている。 建物が密集する南口とは異なり商店や、高い建物が少なく、朝夕のラッシュ時と休日以外はのどかである。また、各地へと運行される、長距離バスの大半と、イオン倉敷を経由する循環バスはこちら側に、発着する。駅とペデストリアンデッキによって、西ビル2階正面から連絡しており、エレベーターも、各ホームに設置されている。東西のビルと、 市街地に通じる地下道もあるが、移動手段は階段のみで、駅とは直接にはつながっていないこと等から利用者は少ない。また、乗り入れ会社と路線の減少により、過去に中国 JR バスと中鉄バスが使用していた3番ホームは、バス待機場や降車場として使用されている。4番乗り場は、旧ツアーバス系高速バス、乗り合いタクシー用乗り場。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。